本日はこちら、妖怪ウォッチの、ニューシールコレクション2でございます。上がちょっと見づらいですね。ごめんなさい。ニューシールコレクションは、こちらはまあ、絵を見ればわかる通り、トレジャーシリーズですね。バスターズトレジャーのやつのシールコレクションになっておりまして、今回こちらは、連続当てってことで、まあ、こちら見るとわかる通り、ブラーっと一個ついてるんですね。20月足す2ってことなんで、22枚あるらしいですね。で、1枚まずこのズラビスとニャステトが確定になってるんですよね。多分これを、この確定が除けば21ずつになってるのかな？そうなのかな？ということで、早速、まずラインナップがね、何かよくわからないんですよね。一応種類は63種類あるとのことで、スペシャルシール23とノーマルが40らしいですね。はい。中身一体何かわかんないんで、中に入ってる妖怪がどんなの出てくるかすらわからない状態で買っちゃったんですけども、私の推しであるブシニャン、ラストブシニャンが出ればいいかなと思っております。まだ、ね、猫2世とかは出てこないと思うんですけれども、まあ出てきてくれたらまあ嬉しいですね。はい。では早速では開けてみましょう。では早速開けたいと思います。こういう連続当て初めてなので、ちょっと最初困っちゃったんですけれども、あ、中にこうやってシールが入ってるって感じですかね。はい。これで取っていけばいいのか。結構大変だね。まず、ズラビスの方から、こっちからですね、こっちの20足す2連をやりたいと思います。1枚目何が出てくる？じゃじゃん。はい。お、シランプリンです。アニメに出てきましたね。ジェリーさんは結構ね、ガバガバ一気にいっちゃうからね、気持ち悪くなっちゃいますよね。ホットケーキとかもすごいなと思ったんだけど。次行きましょう。甘いの苦手な人は絶対無理だよね。あれ見れない。じゃじゃん。もう独りよがり、個人的には可愛いなと思ってるんですけれども、全然接点がないんですよね。アニメでは、一応オープニング出てたんで今後出るみたいなんですけれども、どんなような妖怪なのかちょっと楽しみですね。裏はこんな感じなのか。あ、裏はこんな感じね。はい。では3回目です。せーの、ポン。こっち？お、大黒天。四柱人ですね。四柱人全然私は縁がなくて、今のところ知ってるのはエビスと、あとなんだっけ。覚えてないやほとんどね関わったことがないんで、これから関われればいいなと思ってます。妖怪ウォッチさんとかはまだなんだっけ、恵比寿が出てきたけど戦い方が分からなかったみたいな感じで結構スルーしてましたけれども、他にプニプニの方でもまだ四柱人妖怪持ってないんでね、そっちもゲットしたいななんて思ってます。いつになるか分かんないですけどね。はい、次じゃじゃん。お、ジバニャン系かわいいかわいいジバニャン系の妖怪メダル持ってたような気がしなくもない。あ、持ってるわ。うん。妖怪ウォッチのよろずマートのお店で売ってたトランプの付属でついてきたんですよ、ジバニャン系の。そうだ、それまだ、妖怪メダルの集めてるところに入れるの忘れてたわ。次、ドドン。お、金色。お、誰あんた。ノストラダマスね。ノストラダマス。誰金色なんだけど誰だよ。レアか。秘宝妖怪か。そっか、アニメだとまだクレクルパトラしか出てないからわかんないわ。もしかしたら猫2世出るかもしれないね。金なんで一応こっち置いとく？それだね。ここ置いとくか。あー、光で、もう真っ白じゃん。真っ白で見えない。まあいいや、別に知らない妖怪だし。まあ、スタートレジャーシリーズ外れ多すぎないですか？いつになったらあれ完了終わるんだろうみたいな。あ、なんかついてた。なんだろう、これ。レンス界の、何これ。当たり、もう一回引いてください。あ、鳥剣が出てきた。知らねえ。まあいいや。じゃじゃん。モールラ。これが当たりなの。モールラも、なんだっけ。盛るやつか。ジバニャンがすごいことになってましたね。なんかもう、猫バスになっちゃってましたけど。盛るってよりかは、もう改造しちゃってますからね。次は、じゃじゃん。自慢ハッタン。もうアニメに出てきたやつか。ヤマタンの色変わり USA 版か。ヤマタン全然なんか見たことない。もう、妖怪ウォッチの過去シリーズの妖怪ウォッチ、真打ちを持ってるんですけど、そっちでもヤマタンはね、妖怪揃ってないんで召喚できてないし、全く縁がないですね、今のところ。次、じゃじゃん。あー、デバミさん。誰デバミさんはわからない。誰だろう。妖怪ウォッチさんでもまだ出てきてないけど、見た感じだと多分普通な感じだから今後出てくるのかね。まだ行ったことない場所とかあるからね、多分そこら辺出てくるんでしょう。あ、出た、つばひ姫ちゃん。かわいい、ここいとこもうここで決定。あー、起きづらい。いや、つばひ姫ちゃん、かわいいよね。最近妖怪ウォッチのオープニングの方の百鬼姫が出てきましたね。百鬼姫感情がないっていう設定ではあるので、一応ああいう微妙な、なんか不思議な感じになってますね、顔が。ほんと表情がないかどうかは別として。はい、椿姫ちゃんはやっぱり一番可愛いかな。女の子妖怪で一番可愛いかな、今のところ。次、ダダン、モールガイ。どんな妖怪だっけ思い出せない。出てきたっけ、妖怪ウォッチのアニメ。あ、前回の妖怪ウォッチのアニメのオープニングには出てきた。でも本編思い出せないわ。じゃじゃん。あー、福60。あー、そんなのいたっけ君よりのバージョンみたいなやつはもう知ってるんですよ。名前思い出せなくてないけど。福60はわかんないな。妖怪ウォッチプニプニのイベントで福60がなんか、戦えるみたいなのは見たことあるけど。なんだったっけ。ほんとしてくるにね、縁がないんですよ。じゃあ次。じゃじゃん。スカイシャリマン。あー、寿司天ぷらとかでメインになってる感じのヒーロー系の妖怪ですかね。てか、なんでみんなこっちに乗ってんのなんでよ、あんたの違うでしょうよ。戻りなさい、帰れ。なんでみんなそっちに乗ってんの。じゃあ次です。あ、すごい色。じゃじゃん。おー、覚醒ヒノシン。なんでこんなに持っちゃってんのヒノさんどういうこと、しっかりして。一応ここ置いとくか。目立つなぁ、この色。この野郎。椿姫がこの色ならいいのさ、ありえないよね。白黒でいいよ。じゃあ次。長いね、ほんと。だってまだまだいっぱいあるけど。よいしょ。じゃじゃん。あー、ゴージャス大使。聞いたことがあるような、ないような。あー、妖怪ウォッチのオープニングに出てきましたね。なんかのレジェンドだっけ、なんか思い出せない。そんな感じの妖怪だったような、そうでもないような。じゃじゃん。今のところ一回も被ってないですね。医者門店。おー、四畜人。医者門店。わかんない。どんな、あれ、神様なのかすらわかんない。聞いたことあるけどね。なんだろう。モンストで聞いたことあるかな。医者門店確か超絶じゃなかったっけ、違かったっけ。モンストとか去年なんかやった形跡があるらしいんですよ。ああ、なんかそう、動画でもあって、やってたっけみたいな。もう、全くやってないから記憶すらなかった。次。ああ、ヨドーム。ヨドームか、そっか。じゃあ次は、はい、じゃじゃん。あ、ウィスバーバー。ウィス。はい、次。あ、またなんか出てきたよ。当たり。おお、当たり。一体どんな妖怪かな。当たりが2回目。当たりってどうなるの。ああ、帰ってた、帰ってた。はい。一番上です。この商品の中に当たり券が入っておりますが、あらかじめ当たり効果が含まれています。だって、なるほど。さあ一体何の妖怪だったんですかね。ちょっとぼやけちゃってますが。じゃだーん。もう画面暗くない、大丈夫。おお、コテイソン。こいつだ、こいつ黄緑っつったの。コテイソン。なんかなんとなく顔がいいなと思ったんだけどね。あ、逆じゃん。はい、ワルノリン。はい、ワルノリン聞いたことがあるような、ないような。なんかね、ツイッターの TL で流れてきたことがある気がする。これの次が、一応20連最後になりますね。1回分。じゃじゃん。おー、駒十郎だって。駒十郎。無理やりかな、すごいね。じゃあ次、今とか武士のラスト武士の出ないな。猫系全然出ないね。珍しいんだな。最後、どどん。あ、かぶった。ふぶき姫2回目。ふぶき姫2回目だ。はい、というわけで、ここが20連ズラビス版の方でした。で、今度はこちらのニャステト版をやりたいと思います。じゃあいきます。1回目は、ドドン。一旦ソーリー。はい。一旦ごめんの色違いバージョン、USA バージョンですね、こちら。はい、ドドン。お、ブリー隊長だ。はい。ドドン。なんだ先延ばし。そんなのいたっけ初めて聞いた。今初めて見たよ。そんな妖怪いるんだね。知らなかった。もちろん、妖怪ウォッチ3からの妖怪かな。そうだよね。次、ドドン。お、さきちゃん。こっちが天ぷらの方だっけの、なんか代表の子みたいな感じなんですよね。アニメに出る予定はあったっけ、ないかな。次、ドドン。おー、四畜人。弁財天。今はこれ四畜人何回出たかな、思い出せないけど、かなり出たよね。5体ぐらい出てるんじゃないかな。かつて唯一女なのかな。じゃあ次。猫系が出ないね。出てほしい。じゃじゃーん。コマさん、お前は犬。コマさん、かわいいね。普通にかわいい。G バニアすら出ないよ。どうした？レアがあんま出ないね。何がレアか何がレアじゃないのか分かんないけど、あ、また出た。これじゃじゃん、当たり。やったね、3回目。ちなみにこちらでした。ダーダーサニーレタスさん、何それワカメくんのかな。イエスエマンか、無理やり感すごいね。サニーレタス妖怪なの日本でも取れるんじゃないの？サニーレタス取れないの？野菜について詳しくないから分かんないわ。次、ダーダーン。お、十老人。そんなの七九人にいたっけ？分かんない、いないと思うんだけどいたっけ？十老人だって。へえ。あ、裏にこれ番号とか書いてるね。こちら N38 とか書いてる。これでノーマルかレアかが分かるのか。スバキミはどうなの？あ、ノーマルだって。あ、そうなのヒノシンはあ、SP だって。スペシャルレアだって、この野郎そこはさ、普通ね、嬉しいやろ。スバキミが優しいけど推しとしてはね。次、どどん。うわー、ブルジョワ G だって。レジェンド妖怪か。一応ノーマルなんだ。ちょっと今までの分見てみようか。今まででこっち側にいるやつでレアっているかな？レア、いる？いないね。いない。ほん？え、20種類ぐらいあったよね、レア。全然出ないじゃん。どういうこと？もうちょっと出てほしい。よいしょ。じゃあ次行きましょう。お！金色だ。どどーん。エンマだよ。おー、ついに来たエンマだよ。SP だって。やったじゃん。よかったね。何その上から目線みたいな。ちょっとつまきみちゃん頑張ってるから、こっちね。はい。はい、おめでとうございます。どどん。あー、ジバニャー、やっと出た。遅い。ノーマル7番だって。はい、かわいいね。やばい、変わらず。よいしょ。では次。どどん。こっちか。ジェントルメン犬。ジェントルメン犬は確かレジェンドじゃなかったっけ？そうだっけ？はい。だからないよって感じで。次、おー、ウサピョン、9。あ、クイーンだった。ウサピョン、クイーンです。あら、女装しちゃって可愛いね。これはもうノーマルなんだ。レアが全然出ないね。レアなんてあんの？本当に。あ、当たりだ。4回目かな？どどん。プラチナ鬼。おー、プラチナ鬼出るってことはラストブシなんてんじゃないこれ。ね。あとちょっとしかないけど、出なかったら許さないよ。じゃあ次です。どどん。はい。ヤギョウ。おー、その妖怪いるんだ。ヤギョウさんだって。初めて見ました。次、どどん。あー、かぶった。先延ばしだって。はい。どどん。あ、またかぶった。さきちゃん2回目です。よいしょ。じゃあ行きましょう。残りわずかですが。お、虹色出ました。誰でしょう。どどん。おー、覚醒エンマが出ましたね。おめでとうございます。どこ？ここでいいや。覚醒エンマが出ましたね。やったね。ほんと出んの？これがシバニャンとか出てこないじゃん。じゃあ次、どうぞ。あ、またかぶった。弁財天。七九時にいらないから、そのさ、枠をジバニャンじゃない。ブシニャンだから、ソブシャンの排出確率を上げてほしいよね。7枠分は大きいぞ。じゃあ次。どうぞ。あ、またかぶっちゃったよ。もうここら辺はかぶってくるんだね。シランプリンです。残り2枚です。あ、ごめんなさいね。残り2枚です。ブシニャン、ラストブシニャンは出るかな？そもそもデパートに入ってるか分かんないけど。大丈夫かな？どどん。大黒天。またかぶった。最悪。じゃあ最後行きましょう。どどん。はい。独りよがりってことで、今回はブシニャン、ラストブシニャン両方出ませんでしたね。はい。レアっていうかスペシャルレアがこの、あ、そっか、レアがなくてスペシャルレアなんだね。が23のノーマルが40種。へえ。ということで、残念ながらブシナのラストブシナ出なかったね。あ、トレジャーコマースのトレジャージバニャすら出なかったけどね。そっちすら出なかったけど。で、プラスのズラビスとニャステトちゃんがいるとのことで。はい、というわけで、じゃあ本日はこんなところで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。